神と合体したクメール王が作ったという話だぜ。神と合体だと？俺たちの出陣にふさわしい場所じゃないか。ついにデストロンの本拠地を突き止めた人類以下サイバトロンの勇者たちは、その海底基地を壊滅しようと基地近くのカンボジアの遺跡に集結した。どうしても行く気かい？行く、絶対。気になってんだよ、オイラ。ワイルダーとブルホーンのことが。気持ちはわかるけど危険よ。そうだよ、ひどい目に遭うかもしれないぜ。探知レーダーとか基地の構造を知っているやつがいた方が便利だぜ。キャンサー、協力はありがたいが残酷なデストロンのことだ。君たちに何をするかわからん。戦いには参加しないと約束してくれ。守らなければ連れてはいけん。わかったな、司令官。お、来たな。こうしている間にもデストロンの奴らがどこかで地球攻撃を開始してるかもしれん。各自持ち場を厳しくチェックし、緊急の時にはすぐ連絡してほしい。司令官、準備完了。よし、グランドマキシマス発進。合体新生命体ブラックザラック。デビルZ様、ブラックザラックが帰還いたしましたが。わしが呼んだのだ。我らの基地の所在を知ったサイバトロンの奴ら、必ず攻撃を仕掛けてくる。この機に一網打尽にしてやるのだ。しかしそれでは基地の被害が大きいのでは？むしろこちらから攻撃した方が。案ずるな。たとえ基地を捨てても惜しくはない。それ以上の価値のある必勝の切り札がわしにはある。必勝の切り札？全員攻撃配置につかせろ。はっ。あの影から回り込めばレーダーにキャッチされないはずだよ。司令官、右側の大岩の影を利用しよう。わかった。基地が潜水すると面倒だ。できるならその前に侵入したい。しまった。どうやら敵も我々の総攻撃を予測してたようだな。くそ、これじゃオイラが来た意味がねえぜ。
発見された以上仕方がない。一気に乗り込むぞ。本番オン。見ろ、シーコンズだ。しまった、囲まれた。たくさんのお出迎えだ。陣内、今日こそ生きて返さんぞ。叩きのめせ。そう簡単にはいかんぞ。デストロン、今日こそこの基地を叩き潰してやる。命を粗末に使いおってバカめが。マスターフォース。マスターフォース。バこんなことをしてたらキリがない。よし、なんとか突破口。合体キングポセイドン。そう、敵も総出動か。何をしている、腰抜けども。そう、しつこい奴らだ。シーカン、よし、トランスフォーム超人合体ロッド人ライトランスフォーム。ゴーオン。こしゃくな、めがっちゃいるぞ。今日という今日は手加減しねえ。まだ僕たちを敵にする気か。終わりだ。黙れ。うわっはっ、それ。
うわっ、おい、キャサのやつ無事に逃げたか。うわっ、よせ、時間と労力の無駄だ。グランドマキシマス、援護を頼む。了解、司令官。ジェルムだ、今だ、中に突入するぞ。そうはさせるか。頼りにならん奴ばかり。こうなったら切り札で一網打尽にしてくれ。全員引き上げろ。とおい、ブルホーン、置いてくぞ。ブルホーン、待ってくれ。まずい、入り口を塞がれた。司令官、キャンサーの話だとメイン棟と海底基地は特殊ガラスでつながってるそうだ。よし、グランドマキシマスはここで連絡を待て。了解。いいか、突破口を作る。離れてろ。格納庫らしいぞ。見ろ、ブラックダラックだ。お前たちを二度とここから出さないことを約束しよう。デビルゼット。その通り、最初で最後、わしの真の姿を披露しよう。お前たちもその目でよく見るのだ。地の底、推定40キロぐらいだろう。ブラックザラックの異常な変貌、どう思う？まさかデビルゼットと合体するとは、全く驚きです。恐るべき脅威のパワーだ。あんな奴を野放しにしたら地球は壊滅する。溶岩です。海底火山とつながっているのかも。急ごう、何としてもここから脱出するんだ。シュータ、キャブ、一緒に来てくれ。はい、でもライトフットたちは。僕たちのことは心配いらない。先に行きなさい。すぐに引き返す。何ですって、基地の武器庫に時限爆弾を。そうだ、奴らものともこの基地を爆破するのだ。お待ちください。あの地底にはワイルダーとブルホーンが落下して。気になるのか、あんな小せがれが。今まで共に戦った同志なんです。この後に及んで些細な同情は無用だ。しかし。わかりました、計画進めましょう。時を移せば奴らに脱出の機会を与える。セット終了後、第三ゲートに集合しろ。基地をすぐに脱出する。はっ。
デビル Z はこの基地を捨てる腹かもしれんぞ。この基地を？俺たちを封じ込めたのは罠かもしれんのだ。まさか。海底脱出口の外で待機するようグランドマキシマスに伝えてくれ。わかりました。他に何か？ライトフットたちの宇宙用ブースターが欲しい。急ぐんだ。はい。二人とも無駄なことはやめろ。殺し合ってる時じゃないだろう。どうした？ワイルダーとブルホーンです。ここは危険だ。脱出を先に考えろ。お前たちに命令は受けねえ。この基地がどうなってもいいのか。司令官、二人の説得は私が。その間にロードキングたちの救出を。よし、頼んだぞ。次元爆弾で奴らごとドカンだと。ワイルダーとブルホーン、貧乏くじを引いたよな。かわいそうだが、おっと、あと20分だ。ゲートへ急ごう。ああ、早いとこ来たらかろうぜ。司令官の推測通りだ。ブースターを取りに行く時間がないぞ。よし、グランドマキシマスに連絡して戻ろう。さあ、こっちだ。司令官！どうしたんだ？司令官、次元爆弾が。残り時間は17分しかないよ。グランドマキシマスには連絡しました。ただブースターが。わかった、なんとか間に合わせ。大丈夫、必ず届けます。頼むぞクラウド。あと数分でこの基地は壊滅するぞ。そんな子供騙しに誰が乗る。俺たちがいるのに次元爆弾なんか仕掛けるものか。デビル Z はこの基地を捨てる腹で我々を陥れたんだぞ。兄貴、信じないなら腕ずくでも連れ出す。そんなことさせるか。司令官、あと9分しかない。何やってんだよ。こっちだ。ブースターをどこへ。下の洞窟に司令官とライトフットがいる。急いで届けてくれクラウダー。分かった。尊い命を守ることなんだ。カッコつけやがって。無駄なことはするな。なんだ、違うんだ。相手は誰です。ブルホーンとワイルダーだ。一緒に脱出しようと説得しているんだが。ブルホーン、ワイルダー、爆発まであと5分しかないんだぞ。命にする気か。裏切り者を信じるほど俺たちは甘くねえ。いい加減にしろ。そっちへ行くぞ。待て、時間がない。ライトフットを先に頼む。しかし司令官、あの二人は何としても連れ出す。シュータたちとグランドマキシマスに避難するんだ。俺に構うな、急げ。ライトフットさん、リミットギリギリだ。よし。兄貴どう思う。お、来たぞ。これで分かったろ。さあどうするんだ。サイバトロンの助けだと借りるか。ヘイグ、しばらく辛抱しろ。
ワイルダーたちのために。言うな。司令官は最善を尽くしたんだ。あれは、やったぞ。司令官だ、無事だったんだ。サイバトロンの司令官は不死身なんだ。極悪デストロンの基地は跡形なく崩壊し、人類たちは無事帰還した。だが基地を捨てたデストロンの次の狙いは一体何か。どうしても勝てないハイドラーとバスター。追い詰められた彼らはついに生身の体を捨てる決意をする。次回、トランスフォーマー超人マスターフォース、死闘、ゴッド人雷対新生ダークウィングス。さあマスターフォースで君もトランスフォーム。何かが